皆様こんにちは、アンバサダー J です。スーパーハムスター4か、こちら続きやってみましょうか。リーグ戦続き、ブルーウェーブだったよね、確かね。前回は駒野源ちゃんか、グロスダメだな。武田ですね。じゃあ、おお、これはちょっと悪いね。確か、あれ中継ぎじゃなかったっけ、これ中継ぎでよく見ましたけどね。よし、やった、取れたよな。ふくら、ここだよな、ちょっとやっぱバントかね、ここは。あーっと、これ引いてもストライクになっちゃうんだよね。よし、あー、これ取るか。いやー、これ入ったね。いや、ちょっと待って。さすがにちょっと抑えらんねえか、これ。よし、オッケー。よし、あー、これセーフ、あ、セーフだ。くそ、今サードに行けなかった。
よし、オッケー。いやちょっと、そうだな、一応足早いからね。サードに行けばよかったね、今。普通の野球の常識でやっちゃうと点数取られちゃうんだな。やべ、振っちゃった。いやちょっとね、寝不足の関係があるのかもしれないけど、頭がちょっとぼーっとしてるな、少し。よし、OK。高橋9本ホームランってね。よし、オッケー。逆転だぜ。いや、打てないね、これ。あ、まず、なんか中継ぎで出てきた時も結構打てなかったような気がしないでもないな。いやー、ダメだな、これ。なんかすげえ今変な音してる。よしよしよし。よし、抜けた。お、これも抜けたんだ。これまでよ。あ、これもヒット。しかもなんか抜けてるよ、これ。いや、これスーファミあるあるかな。打てねえんだよなって言うと打ち始めるっていう。
これは取れたろ、うん、あ、ぶだめだ。今落としてもおかしくなかった。もう取っちゃうか。うん、これヒットでしょ。あ、これ取る。あるか。いやー、これ取るね。あ、ツーアウトだっけ。ツーアウトか。いやー、ちょっと待って、これダメだ。ちょっと待ってよ。しかもなんだそれ。いやー、これ入ったな、これ。藤井も足速いんだな、これ結構。あー、ちょっとセカンド取らせてよ、それは。今のファースト無理だよね。よし、オッケー。いやー、トゥ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 。いやー、乱打戦だな、これ。オッケー。取っちゃった。これ人だね。これヒットでしょ。
あ、これ取るか、あ、取らないんだよね、ちゃ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 、もうそう取らないんだよ、もう。これ取るだろうな。あ、もう持たないか。そんなにスタミナないんでしょうね、多分ね、設定的にね。さあ頼むぜ芝草。草はあれ名前なんだっけ、なんか宇宙っていう感じで書いて、あれ広志だったかな、なんか。ああギリちゃんだよ。よしよし、もうこれヒットだね。お、向こうも答えですね。あ、まただよ。あ、今ボールになった今。これ引くと一応ボールになるのかな、これ。その基準はね、ちょっとわかんないですよね。ん、これヒットだね。あ、これもヒットだ。あ、取らねえか。おい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 。ダメだよ、それはしょうがないよ。オッケー、スーパープレイ。これは取るだろうな。おいおい、Oh!
わあ、ちょっと待って、そりゃねえぜそりゃねえぜセノリータもう二塁打になっちゃってんじゃん。いやどうします、次一郎だよね。やっちゃった、取れるか、いや取れないか。オッケー、さあここだな。よし、オッケー、これ取れたろうな。あー、これダメだな。オッケー、スーパープレー。よし、オッケー。いや、ちょっと待って、ここまで来てここはもう投げ切れ。よし、オッケー。日ハム涙の快勝、打線爆発、19安打か、うん、打ち勝ちましたね。上田監督、勝ち方が A で A で A でどうぞどうぞみたいな。本日の格言、ランナーは走っているときよりもベンチに戻るときの方が早い。5点確かにね、多分100メートルボルト抜いてるでしょうね、多分あのスピードは。佐々木君賞、片岡、関東賞、あ、関東賞小川か、珍しいな。技能賞白井。いやね、今回ね、あの芝草ですよね、あのすげえリリーフ良かった。芝草の高リリーフですよね、リリーフというか中継ぎね。まだ2安打しか打たれてないよ芝草。いや今日はホームランは出ないんだけどね、相変わらず。一郎5の1で抑えたのもでかいね。こっち白井5の3に広瀬5の2でしょ、で5の2、5の2、5の3、5の3、4の2、4の2だから、これは定数入りますね。片岡3打点か。まあでも芝草でしょうね、今日ね、抑えたね、よくね。まあ、芝草いっぱい勝利投手ついたのか。うん、まあとりあえず今回はこの辺りにしたいと思います。皆様次回の動画でまたお会いしましょう。